はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということで、本日の動画はですね、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども、阪神純正の動画にされてます。しかも最新バージョンです。はい、ニューバージョン。いやね、なんでこのタイミングで阪神純正の動画を撮るのかと。まだ出したい OB の選手はいるんですけども、なんで今日かっていうと、明日から一応ね、大会が始まるんですよね。こちらですね、リアルタイム対戦のチーム魂杯とテクニカル杯っていうのが行われます。で、これは、スピちゃんの予選じゃないので、まあもちろん別にガチでやるわけじゃないんですけども、僕、スピちゃんの予選はちょっと本気で取り組みたいので、それの練習がてらでちょっとチーム魂杯をやるかなと思ってます。で、12月5日からなんですけど、まあ言ったらこの動画が出てる明日か。ちょっと僕、明日できないんですけども、初日はできないんですけども、6日ぐらいからちょっと生放送でやろうかなと思って、あ、6日も無理やわ、ごめん。6日も無理やわ。7日ぐらいか。うん。7日ぐらいからやろうかなと思ってます。まあ今回ガチじゃないんで、まあ、ただスピチャーのためにちょっと練習をしたいということで、このチーム魂杯で出ようと思ってます。テクニカル杯は、言うたらスピリッツ関係なしでできるんですよ。なので、レベル低い方とかで、リアタイ勝負したい方はテクニカル杯で出た方がいいと思う。で、その阪神のオーダーがこちら。こちらです、ありがとうございます。いやー、もう頑張りました。はい。見て、まず、掛布選手、スピ解放しました。で、次、兄貴ですね。スピ解放400です。はい。2回しましたね。で、糸井選手ですね。これ TS の糸井選手です。ちょっと写真変わってるんですけども、TS の糸井選手。で、おいおい、VIP と、お前スピ解放アンチじゃないんかと。お前スピ解放せえへんって言ってたやんけっていう声がね、結構前いただいたんですよね。違うんですよ。現役選手でスピ解放僕しないだけです。ほとんど。なぜかっていうと、もう継承、スピリッツ高い方がいいんで継承していくからです。ただこれね、OB とか TS は、継承ができないじゃないですか。その新しいバージョンが出ないと。なので、スピ解放するわけで、スピ解放アンチではあるけど、リアタイで使える OB、TS はスピ解放します。なので、これはちょっと頭の中入れておいてください。はい。なので、今回はね、この、まあ、継承できない、うん、継承しようがない OB、TS をスピ解放したって感じですね。はい。で、それと並行にですね、今日はね、浜中治選手使ってみたいです。ありがとうございます。阪神超最強阪神純正に浜中治選手入れてみた。浜中選手はしかもアーティストなんですよね。初登場でアーティストかな。ただね、特動がそんなに強くないんですよね。超アーティスト、片身打ち、左投手ということで、まあ片身打ちなんで上位に置かないといけない。なのでおそらく打順はこんな感じになりますね。大会も浜中選手を2番に入れて片身打ちを発動させやすくする。で、今日は使ってみたらんでこういう感じでいくんですけども、まあこんな感じですね。阪神純正はね、左バッターが多いんで僕はね、もう最高なんです。なので阪神純正やろうと思ってるんですよね。で、中野選手が回ってきたとこで、おそらく佐藤テル代打出してからの守備要員でノイジーでされたっす。ノイジー、うん、ノイジーノイジーですね。うん、ノイジーノイジー。 C あるからね、守備守備 C あるから。で、まあピッチャーは今日ね、ちょっとこういうフォームついた伊藤将司選手ですね。はい、こういうフォームついた、うん、こういうフォームついた伊藤将司選手を使って、で、まああとはビーズリーかな。ビーズリーめっちゃ強いんでね、そんな感じでちょっとやってみたいと思う。めっちゃ楽しみ。ちょ、称号チャレンジできるんですよ。称号チャレンジっていいですか。いや、浜中おさじです。ありがとうございます。浜中おさじね。うん。2枚なんで。で、まあ、ついてほしい称号は、まあ、パワー上がってほしいんですよね。78は77なんで、パワーが3上がればパワー80なんで、まあ、正直、まあ、なんでもいい。正直。うん。なんでもいいよ。来い。星さん。いやー、超人。うわー。あー、けど、まあ、ミート上がった方がいいんか。正味、パワーは超アーティストで上がる。いや、もう一回行こう。もう一回行きます。はい、もう S ランクも混ぜちゃいます。お願いします。あ、まあ、いいか。OK。行こう。さあ。何してんねん。アラピーさんよろしくお願いします。お、打率5割6分まで上がってるすごい、6割いけるよ。またよしよしよし。これちょっと打率下がったらもう VIP 俺より打率低くて草とか、俺より弱くて草って言うんですけど、まあちょっとやったら打率ぐらい上がりますから。うん。さあ行きましょう。あ、伊藤選手こういうフォームありますよ。お、すごい、待望の、待望のこういうフォームいきます。さあ、あ、来た。はい、よしよしよし。打たれてて草うん、普通に打たれてて草。で、伊藤選手結構ね、大会での先発陣のエース候補なんで、打たれたらあかん。打たれてはいけない。打ちにくいはずだけどね。よし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 。速い球張ってるな。これ空振りするんちゃう。ああ、おい、振るよ。マジか。うまい方取れるよ。よし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 。そういえば今日ね、歩いてたら声かけられました。はい。で、写真も撮りました。うん。結構、夜やったけど、よう気づいたね。うわー、しくった。取れる、取れる、取れる。今の地下で撮られへんか。夜やったのによう気づきましたね。すごい。結構なんていうかな、年齢層高い方やったんで、高いっていうか、まあ、俺より多分年は下かもしれないけど、嬉しかったね。まあ、全然ね、まあ、声かけていただいても、はい。写真もね、全然撮りますんで。
よし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 、よろしくお願いします、うん、女の子といるときはやめてね。まあんまないけどね、女の子といるときは、うん、よし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 、いや強い、いや伊藤選手いいね、伊藤選手。さあ行きましょう、オサム選手初使用、あーいいね。さあこれね、こういうフォームがあるんですよね。うわ、応援歌入れるの忘れた。ナイスフォー、オッケーオッケー。こういうフォームがね、打ちやすい、結構なんかシンプルな感じで、アーティストやから多分ね、外角もちゃんと捉えたらホームラン打てると思うよね。3球目は何で来るか、どう、あーまあ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 、まあ、今のはね、しゃあないしゃあない、うん、うわっ。さあスピカイホー兄貴強い強い、普通に4600あるスピリッツ。そうね、もうこの生あの動画撮影したら打率下がるんですよ。俺もう喋りながらね、今こうやってほら次何喋ろうかなって今考えてるんですよ。台本とかないんで、落ちてお願い。いやキッズこうそうなんですよ、もう台本とかないんで今こう喋る内容を考えてるんですよ僕。なのでね、これ考えるとね、やっぱ相手の配球読めない、うん、これ言い訳がましく聞こえるけど言い訳じゃないです。これ黙ったら打てるんだから、うん、黙りましょうか。はい、わかりました、黙ります。ただここはいいバッター、うん、まあ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 、ホームランも出んかったけどね、まあまあまあ。さあ掛布、スピ解放掛布、絶対打てる、打ちやすい掛布、ちょっと黙るわ。えぐい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 、その攻めえぐい、ちょ待って、その攻めはえぐい。3球連続通信は聞いてない。あとなんか結構コメント欄でね、この前の動画であの僕があの Spotify で1年で聞いたアーティスト一覧みたいなのをあのナイス待って紹介したんですけど、そこで結構コメントで、いや VIP 意外と K-POP とか洋楽聞くんやみたいな、ドレイクとか聞くんやみたいな感じのコメント結構あったんですけど、俺あれよ、めちゃく中学からずっと洋楽のも US のヒップホップとか聞いてますからね、マジで。もう僕らの時はまずね、もうエミネムとかすごい流行った時で、まあエミネム聞いてたし、あとリル・ウェインとか、まああとまあスヌープ・ドッグとか、まあドクター・ドレイとか、まあもう王道も聞いてたし、あとマイナーなね人とかも聞いてましたから、めちゃめちゃ詳しいっすよ俺ヒップホップ。結構なんか意外な方がいて、あと K-POP はもう20歳からビッグバンのファンクラブ入ってるぐらいなんで、はい、今も入ってます。ビッグバンからそうやし、まあ昔やったらもう少女時代とかも聴いてたし、あと誰や、まあカラーとかも聴いてたし、で今やったらもうそのねニュージーンズとか、まあ、アイブとかルセラも聴くし、俺すごいよ、もう俺音楽めっちゃ好きなんで、はい、音楽を聴いてないと、常に音楽を聴いてないとダメな性格なんで、お風呂とかでも音楽聴いてるし、あと日本のヒップホップも聴くよ、バッドホップも聴くし、ボンベロも聴くし、ワトソンも聴くし、コーも聴くし、結構ねもう幅広いんですよ。唯一聞かないのが J-POP なんですよね。あとバンド、うん、日本のバンドとか、日本の曲はあんまりその嫌いとかじゃなくて、やっぱりその洋楽とかそっち系をメインで聞くから聞かないんですよね。だから結構ね、僕のあの意外なイメージを持たれてる方いると思うんですけども、湯浅のアマストおる。よし、最近はもうエスパーが来てるんでね、エスパーのカリナがマジで可愛い。トゥワイスのサナが僕一番好き。トゥワイスといえばどう、これラストワンショー、トゥワイスのファミマの、3店舗目でようやくね買い占めました。はい、ありました。で念願のサナのねアクリルスタンドもゲットしましたし、めちゃめちゃテンション上がってます。トゥワイスのサナがめっちゃ好きなんですけど、ワンチャンカリナの方が最近もうちょっと増してますからね、好きさ。うん、カリナ熱いわ。てかめっちゃ打たれてんな。めちゃめちゃボコボコに打たれてる。あえて打率3割ぐらいじゃなかったな。あめっちゃうまいやん、お兄ちゃんやん、絶対お兄ちゃん呼んでるやんこの人。なあお兄ちゃんやめて、お兄ちゃんずるい。ちょっと待って、うますぎ。いやこれね、僕わかるんですよ、うん、体感で打率3割6分の打率じゃないです、これ、うん、打撃じゃない、3割6分こんな打たんから。今さだ普通にうまいわ、うん、俺がペチャクチャ喋ってる間めちゃめちゃ打たれてた。全然喋りに夢中で気づかんかったわ。よしよし、危なー、やばい、これいけるかな、逆転。ちょっと集中します、はい、ガチの集中します。よし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 、いやこれマジで集中、これ逆転しよう。さあまこっちゃん超える超える超える、いやマジ誰秋山か、最高サード出る、いけ、オーマイガッ、いやもうやばい、マジでバリ下手、あかん、もう待って待って、ゼロで負ける、ゼロで負ける、うん、何で来るか、よしよしよし、攻めていっているよ、負けてもいいから1点はいるよ、うん、オサム来ました、オサム片目打ち出ました、これマジでオサムだと、オサムオサム、よーし、よし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 、いやホームラン打てんかったけど、オッケーオッケー、あまだいける、まだいける、全然いける、野球は2アウトから、野球は2アウトから、いやー来た、いやー来た、吉高草さんね、うん、吉高くんの悪口ちゃうやろな、
VIP いじめ許さないよ絶対に。うん、吉高君のこと草とか言うてるんちゃうやろね、お前。そうお願いします。さあおさむ、これおさむ使ってみたって多分勘ぐってるやろな、 ER やから。けど遠慮せんと来てね。ボールをしっかり狙ったところ、注目して。いや、やば。え、ちょっと待って、おさむの打感やばいかも。え、ガチでナイス、待って、よし。え、これおさむえぐいかもな。まあ相手がね、スピリッツが低いから、石川選手のそれで飛んだってのもあるかもしれんけど、やっぱアーティストは流し打ちでも入るよ。うん、あ、打てるんすよやろ。 ER やもんな。わあ、もう打てるんすよ、来た、お前えって。視聴者打てるんすよ、集中しろ。うわー、甘いね、甘そう。ちょ、誰マジで、お前ちょ、もう変えろ、変えてくれ、もう。不在って、おさむ2打席目回したいね俺。だるいって、ちょ、集中するの黙るわ。超える、超える。いやー、はい、おい、打てるんすよ。うん、打てるんす。なめんなよ、黙ったら打てんねん俺も。うわ、マジか。ちょ、集中するわ。うん、おっしゃー、ありがとう。もう、もう俺のこと知り尽くしてるやん相手。頼む、これ打ったら回ってくる、これ打ったら回ってくる、おさむ。やばっかよ、切れすぎやろ今のプルヒ。もう、さあ回ってきました、浜中選手、三冠王手です。これでラストやね。もう一本ホームランと、いやー、片身打ちしか出ないか。まあオッケーオッケーオッケー、いけるいける、集中。よし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 、マジと思うんだよ。え、そういうタイプなんや。あー、なるほど、カットしようかなこの動画。際どいタイミング、二塁アウト、一塁アウト。